そういえばこの前お出かけした時にプラも買うって言ってたけど、結局どんなものが手に入ったの？今回買ったのはこの2点ですね。なんか可もなく不可もなく、といった感じだね。でも、このメイレス剣舞山といえば、ついこの間始まった境界戦記2期の1つ目の新作キットだよね。ですね。というわけで、今回はこの剣舞山を見ていきますよ。先ほども少し出ていましたが、メイレス剣舞山は先日始まったアニメ境界戦記2期に登場する機体で、2期としては最初に発売されたプラモであるのもポイントですね。しかしな、こうやって主役機にも強化が来たというのを見ると、ついにアニメも後半戦に入ったんだなぁというのを感じるよね。ですね。しかしこの剣舞、ジョーガンやレイキの強化版のように単に機体を強化したというわけではないようで、アニメ1期終盤の戦闘シーンで大きなダメージを受けたと思われる描写がありましたが、なんとこの時、無印の剣舞は全開してしまっていたとのこと。おお、確かに激しい戦いが描かれてたけど、大破どころか全開だったとは。ということでこれまでの戦闘データなども踏まえ、改めて作り直すと同時に、フレーム、装甲、武装などもさらに強いものへリニューアルされたのだそうです。ふむ、エクシアとダブルオーガンダムみたいな関係なのかな。そしてアニメ14話の最後に登場し、強敵を大剣でバッタバッタとなぎ倒す大活躍ぶりと、とある演出によってめっちゃくちゃかっこよく描かれていたのが印象的でしたね。この動画を作っている時点では YouTube で15話まで見られるみたいだから、まだ見てないよって人は一気も合わせてぜひ見てみてね。ではでは、プラモの方を見ていきましょう。メイレス剣舞山は一応強化機ということで、フレームなど一部パーツは剣舞や他のアメインと共通のパーツを流用している部分もあるみたいですね。でもメインの装甲部分はほぼ全て新規造形になってるっぽいし、見た目だけ見ても似てはいるけど別物って感じの印象になりそうだね。見た目のイメージは実際そんな感じで、全体的な機体形状やカラーリングはまさに剣舞そのものなのですが、装甲形状はほぼ一新されている上、なんとなく体型がマッシブになったような感じに見えるところや、黄色い部分が長く鋭くなるというように攻撃的なシルエットになったほか、よく見ると鮮やかなレッドだった部分が少し深みのあるダークレッドとも言える色合いになっているなど、無印剣舞が持っていたヒーローメカとも言うような目立つかっこよさに加え、歴戦の戦士とも言うような渋さが感じられるようになったなぁと思いましたね。なるほどね。アニメ2期の15話を見た人ならわかると思うけど、劇中で8ヶ月間の行方不明期間に何かあったのか、アモウの言動や戦闘スタイルに大きな変化があるみたいだし、そういったパイロットの精神的な変化も機体に現れてる、と見るのも面白そうだよね。ではでは、似てるようで一新された各種形状を見ていくとしましょう。ヘッドパーツです。基本的な形状は強化前と変わらないように見えますが、ヘッドガードの黄色い角部分が大型化しているのがポイントですね。おお、横から見るとどれだけ変化したのかがよくわかるね。特に後頭部方向に生えてるのが長く鋭くなってるわけだ。少し気になる点としては、この後頭部方向に伸び立つのが可動に干渉してしまうので、動かし方によっては可動域が狭く感じられる時があるというところですね。可動域が狭いってわけではないみたいだから、ポージングをする分にはあまり気にならないかも。ボディパーツはこんな感じで、配色や形状自体は強化前の剣舞やメイレス白地などの兄弟機にそっくりですね。背中側も共通のバックパックを使うことになるからか、このあたりも既視感があるな。まあそのおかげでこれまでに発売されてきた武装を剣舞山にも装備させられるということでもありますし、カスタマイズ的な意味では嬉しいポイントですね。続いてアームパーツだけど、可動域はやっぱりめちゃくちゃ広く取られているね。何か境界戦記のプラモって主役機だけじゃなく、量産機に至るまで関節がぐんなり曲がるすごい可動域を持った機体揃いだね。ふむ、詳しくは知らないので解説まではできませんが、何でもメカデザインの時点で工業デザインというのが取り入れられているらしくてですね、これを取り入れたプラモ、例えばガンプラのガンダム G40s なんかは、これまた凄まじい可動域を誇るプラモになっているのだとか。へえ、後で調べてみよっと、と、話がそれかけたけど、アームの特徴はすごい可動域だけじゃないよ。装甲のサイド、ここには小さなハッチがあるのがわかると思うけど、これを剥がしてあげることで3ミリ穴が出てくるんだ。腕のジョイントは兄弟機にもあった要素ですね。キット付属武装のほか、
サーティミニッツミッションやガンプラの武装を装着してみるというのも面白そうです。あとさらっと流しちゃったけど、片装甲のレッドメインのかなりかっこいい形状と配色に変化してるってのもいいよね。細かく見れば見るほど既存機との共通点や強化されたところが見つかる。こうやって他の機体と見比べてみるってのも面白いですよね。次は下半身。まずは腰回りだね。一部装甲の形状や色が変わっているとはいえ、このあたりは強化前の肩部や白地あたりとほとんど同じパーツが使われてるみたいだね。続いてレッグパーツを見ていくのですが、強化前とは配色が大きく変化し、股関節付近を守る装甲周辺のかなり広範囲がレッドになっているのが目立ちますね。色で言うなら膝付近に黄色いパーツが加えられたことで、白赤の中に黄色と良い感じのアクセントになるし、少し出っ張りができるから装甲形状としてもちょっとかっこよく見える気がするよ。そしてスリッパ付近に関しては、装甲形状こそ変わっているようですが、フレームはほぼ肩部からの流用になっているみたいですね。ほとんどのパーツを一新しながらも、こうやって要所要所に流用パーツやよく似た形状のパーツが入ってるから、一目見ただけでも肩部だって判断できちゃうのすごいよね。そして足回りの可動域もまたすごくてですね、ご覧の通り、もはや折りたためると言えるレベルまで足を曲げることもできれば、関節をピンと伸ばし、逆関節ではなく正関節の機体であるかのように見せることもできる。広い可動域を持っているがゆえにできるポージングも多く、可動域を持つだけでなく使い道も非常に多いのが良いですね。付属品か。そういえば事前情報の時も軽く見たけど、肩部残にはでっかい剣と腕に装着する機関砲の2つが付属してるんだっけ？ですね。まずはこの2つについて見ていきましょう。外見はこんな感じ。プラモの見た目的には、片側を削って刃にした巨大な板に取っ手をつけた。そんな感じの構造になっているのですが。アニメを見てみると、この刃部分は戦闘中に青白く光っている、という描写があるね。説明書によるとこの武器は超熱伸式戦闘超刀というようで、長さと重さによる凄まじい質量に加え、刃を高熱にすることで溶断能力を、振動で切断能力を高める。というのを組み合わせることで、剣としての破壊力を極限まで高めている。という武器なのではないかと思われます。おお、なんだか思いのほかてんこ盛り性能でびっくりしちゃったよ。ただやっぱり剣部といえば大剣だよね。っていうイメージを損なうことなく大きく攻撃力を高めてるのもすごいよな。そしてワン武器艦砲に関しては、40mm の弾をマガジン1個につき20発装填できるという、先ほどの大剣のインパクトからするとかもなく不可もなく、といった感じの装備に見えてしまいますが、この装備のポイントは何と言っても腕に直接装備できるってところだよね。ですね。先ほどお見せしました腕のジョイントに装着することで、ハンドパーツを塞ぐことなく射撃武器を使えるという取り回しの良さがこの武器の良いところ。なるほど。とっさに牽制射撃に使って体勢を立て直したり、剣を振る合間に打ち込んで敵の隙を誘発させたり、剣が届かない敵に攻撃する射撃武器として使うみたいに状況に応じていろいろな使い方ができそうなのが面白いポイント。アニメではどんな使われ方になるんだろう。楽しみだね。ん？この付属品コーナーまだ続くの？ですよ。お見せしていないパーツがまだたくさんありますからね。ってことでさらなる付属品はこちら、ハンドパーツです。お、これは境界戦機プラモの標準的なハンドパーツのセットだね。平手と武器持ち手の両手分、そして右手のみだけど銃持ち手という3種類が付属してるね。そして本キットの余剰パーツがこちら。おお、見た感じ強化前の剣部のものと思われるパーツがたくさん付属してるじゃん。これは強化前剣部プラモの予備パーツとしても使えそうだし、改造に使うのも良さそうだね。ちなみにこの中ではこちらの3点、剣部の機関銃と剣部未完成状態の肩パーツは完品で組むことができるので、こんな感じでバックパックの空きスペースにマウントしたり、肩装甲を入れ替えて剣部残の建造地中状態的なものを組んでみたりと、剣部残にも問題なく使えるので、組み替えて遊んでみると楽しいかも。ふう、改めて剣部をじっくり見てみたわけだけど、やっぱり手元で立体物を見るとさらにかっこよく見えてくるよね。これは買ってよかったんじゃない？ですね。本当はサーティミニッツミッションのレベルノバやスピナテヨアーミー仕様だったり、あわよくばサーティミニッツシスターズのリシェッタやテヤアシャなどがあればと思っていましたが、もちろんそんなものはなく、ならちょうど新作出て確かに部残買うかくらいの気持ちで買ったのですが、これはいい意味で予想を裏切られましたね。
マジで剣舞山かっこいいです。剣舞山はアニメでも初っ端から大活躍を見せるものの、久しぶりに帰ってきたパイロットのアモウはどこか様子がおかしい。アニメの方もこれから面白くなりそうだし、よかったら見てみてね。